ずっとピアノのところで聴いてましたね。ピアノの音が好きな、はい、不思議な犬でございますが、はい、今日もなんかしっとりと、はい、うん、秋バージョンですね。そうね、うん、秋って私好きなんですよね。好きです。またこっちに来たよ今度。いい子ですね今日はね。今日なんかね、うん、おとなしいですよ、うん、秋の感じで ね、 秋犬まで、はい。はい、そうです、はい、今日はということで秋にぴったりの曲を皆さんにお届けいたします。はい、はい、私この歌とても好きなんですけど、うん、ずっと好きなんだけど、うん、歌う機会が本当になかった。あ、そうですか。はい、それは意外です。そう、私ね、はい、越路吹雪さんが歌っていらっしゃる歌として、はい、うん、最初聴いたもんですから、うん、シャンソンだと思っていたのなんですが、で、ヒットしたのはもしかしたら皆さんよくご存知なのはドラえもんの歌で、大体もう何を歌うか分かってます ね、はい、今日はね、誰もいない海を歌わせていただこうと思ってるんですが、トワイモアさんが先なんですよね。あ、そうなの。だって昭和45年にリリースした。昭和45年。あ、先というかね、ちょっとだけ同じ年。なるほど。の何月とかってその程度の先だったような気がするんですけど、うん、いずれにしても随分、まあ、昔に作られた歌、ね、はい、だからスタンダードって言ってもいい感じですよ。そう、日本のスタンダードって言うと何を思い浮かべますかって言うと、皆さん日本のスタンダードねって止まっちゃう人が多いんだけれども、うん、確かにそういう意味では、うん、こういう曲をスタンダードって呼んでいいのでしょうね多分。あ、でも例えば僕のやってる弾き語り交流では、はい、秋になると必ずやっぱりこの曲はリクエストいただきますので、歌謡曲の番組でも、うん、この曲って秋になるとやはり登場しますよね。なるほど、うん、だからそういう意味では歌の中に季節感がこうある、そうなんですね、名曲の中の曲ですね、はい、すごくシンプルな歌詞、うん、で山口洋子さん作詞が、はい、が書かれた詩なのね、うん、山口先生っていうと、まあ、歌謡曲を、まあ、昭和40年代をたっぷり書いていらした、うん、女流作家でいらっしゃるのでね、だけど他の作品に比べて非常に言葉の種類が少なく表現していらっしゃる。あ、シンプルですもんね、そういう意味ではね。そうで、すごい、うん、シンプルだけど死にはしない、辛くても死にはしないとか、一人でも死にはしないとか、寂しくても死にはしないとか、もしかしたらその当時のお若い頃の陽子先生の中に何か大きな出来事があったのかなっていうことを、なんかこう想像をかきたてられるような、うん、そういう詩なんですけどね。で、寂しいんだけれども、うん、なんかやっぱり生きていこうっていう、そうそうそう、力強さみたいな、希望がある、うんうん、そうそうなんです。で、メロディーも非常にシンプルで、うん、この作曲は内藤恒美先生、はい、先生って呼んじゃうんですけども、はい、越路吹雪さんの旦那さんに、はい、そうなんですよね、うん、ピアニストとして、うん、越路さんのコンサート、うん、ライブはずっと弾いていらっしゃったんですよね。ご夫婦でいつもステージに立っていらっしゃるっていう、うんうん、なんとも羨ましい関係でいらっしゃいました、はい、うん、なので、うん、もうずっと心に残る名曲、うん、これでもね、三連符をものすごく駆使していらっしゃるの、歌、うん、メロディー、はいはい、タララン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 タラララン、三つが非常に歌ってて気持ちがいい。よく考えられているなぁって、うん、このポイントポイントに全部タララタララっていう音を使っていらっしゃる。それを多分だから楽譜通りに弾くとね、うん、結構なんかなんていうの、表情が出ない書き方をしてるんですよ。それが、うん、五感とこう一緒になると、はい、だからそういう意味では、うん、歌い手の力量にかかっているっていう。いや、歌う人だって越路さんとドラえもんさんって同じ歌とは思えない。思えないぐらい、そうなん、本当に、うんうん、で元々はでもこれ、うん、大木靖子さんかな、シャンソンの歌手の方が歌っていらしたんですよね、うん、この本当のこと言うと、うん、大木さんが一番最初にリリースしてるの、シャンソンとして歌ってらっしゃったと、ね、昔はそういうふうに同じ曲いろんな方がこう、ね、持ち歌として歌ってる時代がありましたもんね、はい、そうなんです、うん、でその後にこうやっていろんな方がまた歌われているっていう本当に素晴らしい作品ですね。シンプルで、はい、今
歌い手の力量にとか、そういうことを言うもんね。いや、ピアニストの力量にかかってくるじゃないですか。あ、それもあるかも。もしかしたらそれかも。それもあるかも。内藤先生、ピアニストでいらっしゃるから。そうでしたね。はい。知ってます？余談ですけど、内藤先生って、なんとなくシャンソンとかクラシック弾いてらっしゃるイメージがあるんですけど、もともと東京キューバンボーイズのピアニストだったんですよ。あ、そうなんですか。ということは、ラテンですよね。だから、音楽性が広い。だからそうなんです。非常に音楽性豊かな方だということを言いたかったので、一つよろしくお願いします。はい。では、はいはい、あの真の三河小原隆バージョンで。そうですね。はい。誰もいない海。Mala